刊花田編集長の花田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、下山進さん、ノンフィクション作家、上智大学でも教えてます。私とはですね、あの週刊文春、文藝春秋で一緒に長く仕事をしておりました。ワンスアポナタイムですね。はい、まあこのアルツハイマー征服ね、はい、前に単行本で出た時も、はい、まあ、紹介しましたけれど、素晴らしいノンフィクションで、これだけ外国の人にちゃんと取材してですね、長期間にわたって、これ20年ですかね、まあ、最初から言えばね、興味を持った時から言えばかかったノンフィクション、これがですね、何の賞にもならないというのは非常に腹立たしい。日本のね、メディアおかしいよ。アルツハイマーが治るわけじゃないですよね。そうですね。だからその進行を遅らせると。うん、そうです。で、だけどね、で、まあ、それは進行ももちろん遅らせられるのは非常にいいんだけど、一つは、その、大体その、あんまりちょっと最近物忘れが激しいと、あるいはその、ちょっと人の名前が思い浮かばないというような時にですね、まあ、普通はあんまり病院行きませんよね、うんうんうん、我々でも。ちょっと最近ものすごいひどいなとか思ってもいかないでしょ。それからもし、まあ、こういう薬が出たということでその用心しようと思ってですね行くとしてもですね、これ高いんですよね。これ500万円ぐらいするんでしょ、これ。アメリカでの値段が、2万7500ドルかな、うん、でだけどもその日本の薬価っていうのはこれからつくんですよ、うん、で多分その日本の薬価ってアメリカの値段の半分ぐらいになるから、あ、そうですか、170万とか80万ぐらいかなと思ってるんですよ、ね、それでも高いじゃないですか。でもそれ我々追いそれといけないよ、そんなことで。ただこれが治るっていうんだよね、保険で8割ですよね、高齢者の、まあ、保険だよね。であと高額医療補助、保険をすごく圧迫するじゃん、うん、ただだってその今抗がん剤、ねですね、うん、で普通の抗がん剤でもやっぱ年間やっぱり200万とか300万とか、うんうんうん、そういう薬はすごいざらにあるので、ありますね。で決して高いとは言えないのかな、と思いますね。その抗体薬っていうのが今、うん、抗がん剤の方でも、うん、今すごく大流行りなんですよね、うん、そうすると、うん、200万300万で、うん、という、うん、まあ、値段がするので、うん、でこれを私たち自身が、まあ、直接払うわけじゃなくて、ね、保険の財政の中から、ね、カバーしていくと思うんですけれども、うんうん、このまあレカネマブとか次にまあ多分イライリネのドナネマブが承認申請に入ると思いますけど、このアミロイド β を標的した抗体薬は結局中等度、要するにいわゆる介護が必要な段階に移行するのを3年遅らせられるっていうことはですね、ことは要するに介護の社会的な費用っていうのはものすごい大きいじゃないですか、ね、それを要するに軽減するということを外部費用のことも考えると決して高くはないと思います。はい、まあ、エーザイは損害賠償を提起すれば十分成立するような第5法だと思います。第5法ですね、はい、で問題はですね、まあ、そういった情報がそのメインストリームのジャーナリズムで流れると、はい、それをもとにやっぱり SNS でどん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 こう広がっていくんですよね。なんで、うん、やっぱりその正確な、まあ、大体その治験のデータっていうのは全部公式の機関で明らかにされているので、それを確認せめてこれ、まあ、お医者さんがそういう原稿を書いてきたらばやっぱり毎日新聞の医療情報部なんだから、うん、それを確認した上で、うん、ウェブに載せる、うん、もしくはその私ツイッターで一応指摘しましたけど、うん、そうしたらそれをちゃんと訂正するとかですね、うん、そういったことを。いや、この記事僕は読んでないけど、これはそのなんか医療関係者が書いた記事なんですか。あ、そうそう、毎日新聞の記者が書いた記事。いや、医療関係者が書いた、医者が書いてんだ。そうそうそう、うん、まあ、だけどほら僕たちだってほら文藝春秋の時に明らかに間違いで、例えば損害賠償とか名誉毀損のようにあるようなもの、だからこれはそうですからって言って、あれはまあ訂正求めるしね、求めるとかね、うん、だからそれはその以前にきちんと自立確認をするじゃないですか、うん、ということを基本的なことを、うん、まあ
あのメディアの側はまずやらなきゃいけないというのと、あともう一つはですね、しかしなんでこういう、まあ、フェイクニュースですよね、フェイクニュースに、みんなそんなにすごく反応するのか、ということなんですけれども、それはですね、ちょっとこのフリップの4枚目あ、そうですね、だから、まあ、この薬はその発想の転換が必要なんですよね。つまり、まあ、あの早期っていうのはまだ自立して生活ができる段階じゃないですか、その人たちにのみ適用できる薬なんですよね。で現在、この早期の患者っていうのは300万人いると言われてるんですけれども、実際に病院に通ってる行ってる人っていうのは 1% なんですよ。行かないでしょ。行かないでしょ。さっきも言ってるようにそうそう、ね、ちょっと物忘れが激しいからそう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 病院に行かないよ。そうなるほど、自分はそうじゃないと思いたいんだし。で、で私 その高校の同級生もあの那須の方で地域の病院やってますけど、まあ、その彼がの病院で見てるのはほとんどその介護の必要な中等度以上 あの、ね、患者なんですよね。そうするとそういうお医者さんにとってはそういう人たちにはもう間に合わないんだよね。こんなものもらってもしょうがないんじゃないかっていう反発がありですね、医師からはね。であと、まあ、いちいちこんな の例えば論文とか見ないんですよ。まあそうですよ、まあ、そうですね。で医者でもね、なんで、ところがこれってまだ見ぬ患者なんですよね、見えぬ患者なんで、なんで、まあ、正確な知識をもとに、その医療の現場がですね、まあ、そういう人が適用となると思われる人がいたらば、適切に検査をして、で投与という手順に進むように、する必要があるというふうに思いますね。皆様ご存知ですか？もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことを分からなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って、世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。
刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。